皆さんこんにちは、ヌノペンでーす。ザ・シムズ4、キャッツ&ドッグスやっていきます。よいしょ、さあ。ユーリちゃんが、あれ待って待って。ちょっと待って。そう、実は、前回、死神に命乞いをしたんですよ。ヒューちゃんが死んだ時に。で、なんとか幼児が、命乞いをして、死神分かってくれて、ヒューちゃん生きながらさせてくれたんですけど、今、始めた途端こうなっちゃった。マジで？そんなあんまりだよ。ちょい、待って。ちょっと死の花を渡す。ねえ、待ってくれよ。前回は許してくれたじゃないか、死神。ちょっとお願いします。やば、ほん。あ、日和が一回やりました。幼児の熱意のこもった願いが死神に届いてるのでしょう。ああよかった、ヒューちゃん死なずに済んだ。ああよ、これが生き返る時の現場です。なんでヒューちゃん水着なんだよ。いやー、びっくりした。前回はね、ここで終わったんですよ。だから、まさか今回も、一番初っ端でね、こう、また生き返らせることになろうとは。はい、やってきまーす。あ、でも、あれだね。命乞いが届くと、その、死を逃れたシムに、こういう、ムードレットがつくみたいな。死の淵から生還、見逃された結果。間一髪で死から逃れればどんなシムでも人生について楽観的になるでしょ。なるほど。で、今ヒューちゃんの寿命がもうすぐじゃん。もう一日だけ猶予をもらったみたいな感じなんかな。あ、ポジ帰ってきた。ごめん、またバーでナイトを開催してるけど一緒に行かない。ちょっとごめん、今あれだ。ごめん。今、幼児が、ひよりちゃんの生命の書を持ってるんだよね。だから、これがあれば、これか。そうそう。あ、これ。これさえあれば、ひよりちゃんをしっかり生き返らせることができるかもしれない。でもこれね、使ったことないからね、僕。ちょっとまだわからん。ちょっとひよりちゃんにはちょっと、もう一回しっかり死んでもらおうか。大丈夫、ひよりちゃん。また幽霊になってこっち戻ってきてくれれば何の問題もない。あのね、実は、最近ですね、お叱りを受けましてね、僕が。YouTube のコメントで、豆腐の餌やらなさすぎ、あげなさすぎですって言われてしまいましてですね。ちょっと、すいません、反省しました。ごめんね、豆腐。餌の件だけじゃなくてね、豆腐には、あれなんだよ、ちょっと、コミュニケーションがね、希薄だったところがあってね、いや、ほんと、申し訳なかった。おやつあげる。お、家庭完了。あ、なんか家庭完了した。あ、そうかそうか。動物の願望持ってたか。なので、豆腐さんには、毎日、家庭用のペットの料理を食べさせてあげますので、トークさん許してください。じゃあ作りましょう。そう、未だにね、一回も作ってあげたことなかった。これ家庭ペット料理、ビーフとチキンのフィッシュケーキ、スキル2でできる。で、魚ないからな。あ、このドッグポーンミートパイをじゃあ豆腐のために作ってあげよう。お、豆腐、美味しい？僕が丹精込めて作った家庭ペット料理だ。そう、ドッグボーンミートパイ。いや、すいませんでした。これ毎日、豆腐さんには召し上がっていただきますんで。よろしく。あ、まさかその声を。ああ、ルーナ。どうもどうも。ああ、ルーナちゃん。
なぜルーナちゃんがこんなとこに来てしまったんだ。あーイチャイチャしてる、付き合ってるから。幽霊と付き合うってどういうことかな。てかなんで泣いてんの。ひよりちゃん無事だったから大丈夫でしょ。じゃあ本当あれだね、ハグしとこうか。いや君がいて生きててよかったよ。あ、ひよりちゃんがすでに臨戦態勢だ。臨戦態勢っていうか受け入れ態勢だね。あー妹よ。あ、よかった。あ、お腹空いてる、お腹空いてる。すいません、食べてくださいこれ。お、ひよりちゃんがバイオリンスキルレベル10になった。ナイス。まだやってた。もうなんかこんなお腹減ってまで頑張らなくてもいいのに。まあなんか食べなさいよ。で、あ、豆腐。ペット料理はいいのかい。あー出かけるのね、いってらっしゃい。ああ、そうか、ひよりが帰ってきたんか。帰り、ハグする。ペットを撫でて心癒す。あ、なんかこの猫ちゃんかわいいな。そうだな、カウプラントもう一回育ててみようか。さあ今度はしっかりね、カウプラントベリー育てたいと思います。はい、肥料あげます。うんこうんこうんこあるかな。あれ、うんこないな。なんでこんな時にうんこないの。あった、うんこ、よし、オッケー。はい、水もあげます。矢の手入れ、はい、大切に育てましょう。幼児の入念な調査がついに素晴らしい結果を生み出しました。なんかやったの。え、なんか顕微鏡でなんかやったんかな。これドリフター、なんか貼ってみようか。なんですかこれ。あ、なんかプランクトン、あれかな、顕微鏡でなんかこれやったんか。こんなことできるんだ顕微鏡って、知らんかった。あー、なんか疲れたっぽいな。うん、おやすみ。間もなく幼児が成長します。最後の日々を有効に使いましょう。あ、ほんまや、幼児と工事も寿命短いじゃん。マジでか。うわー、それはちょっと寂しいな。もう3兄弟の寿命めっちゃ近かったんだね。うわー、次からはこの子たちの時代か。うわー、寂しいな。もう3世代やったか。おいおい、どうした豆腐、豆腐どうしたの。次からね、もうちゃんと聞くようにしたから俺。餌はあるよ。ほら、餌はありますからね。これ、もう、ちゃんと、証拠部位として残しましてるから。残しましてるって。もうどんだけ怒られたくなくて必死なんだ、俺。ごめんね。豆腐をトイレに連れてっていただきましょう。あ、トイレか。たまに勝手に行くくせにな。はい、トイレ行ってこい。てか、カウプラント、カウプラント、あ、ちゃんと順々育ってるね。いいね、いいね。お、家庭育を超えたね。自分の子供を3回指導する。子供か孫はキャリアのトップに、到達する。ほー、いや、名家ってさ、めっちゃ長生きしないといけないんじゃないの。そうだよね、きっと。
あ、壊れてる、なんか。てか、ひよりちゃんってさ、全然知らないね。あれ、一日だけかと思ったら、結構長生きしてるよ。え、結局、何日ぐらい、命乞いで、長生きするんだろう。わからん。え、永久に死なんつもりかな。あ、見てください。豆腐がお腹を空かせています。ほら、もう餌あるっちゅうの。お前が気づいてないだけじゃないか。そうやって視聴者様の同情を買って、この俺を潰そうとしてるのか、お前は。ああ、座った。カウプラント。今な、遊んでる？ちょっと餌をあげようよ。待った待った、コーヒーなんてどうでもいいだろう。いや、よかった、座った座った、かわいいやつだぜ。もうあの時のように死なせたりはしないからな。もう大切に育てよう。結構カウプラントってね、繊細なんだよね。1日か2日ぐらい餌あげてなかったからね。そしたら枯れちゃった、あの骨だけになっちゃったから。ちゃんと餌食べるよねこいつ。で、あのベロにケーキを出す時があるんだけど、その時はものすごいやばいらしい。もうめっちゃ腹減ってるから、あれがその餓死のサインだね。お、若葉、料理スキルがレベル10になりました。ナイス。あ、若葉ちゃん。なんだ、みんな結構カウプラント好きなんだな。一緒に遊んでんのこれ。撫でる、やってみよう。撫でてみなさい。あ、でもなんかこうやって見ると可愛いやつかもしんない。じゃあ一緒に遊ぶ。まあ待て、寝るのはまだ早い。一回ね、なんか幼児か幼児どっちかを食べようとしてたからね、俺それがちょっと許せんくて聞いてなってたけど。あ、可愛いじゃん。しまった、すいません、ちょっと偏見にこれかたまってたから悪いな。ケーキを食べる。あ、これはもしかして、これはね、このカウプラントがもうすごい空腹の時に起こるアクションらしい。あー、あ、菜の花ちゃんが食べられちゃった。菜の花ちゃん、あー、きったね。うわー、こんなアクションあるんだ。深い。疲れ果てた。ほうほうほう。あのね、この疲れ果てた状態で、また、こいつにね、食べられちゃうと死んじゃうらしいです。で、チッチを絞ると、あのね、なんか出てくるらしい。お、わがわが不思議な液体を絞り出しました。体力のエキス、どれ。ちょっと飲んでみ、わがわちゃん。じゃあ菜の葉ちゃんだ。ちょっと飲んでみ。で、飲むと、あ、とっても元気になる。はあはあ。お、体力の成分、カウプラントエッセンスにより、将来の無駄遣いのためにこんな素晴らしい感情を絞り出してくれるなんて、カウプラントのおかげですね。でも、ほらこれ見て、この2日の間にまたケーキを食べると、あの菜の葉ちゃんカウプラントに食べられちゃうから気をつけましょう。ですね、今ゲームを再ロードしました。っていうのも、ひよりちゃんがね、全然寿命を迎えないんだ。
死神に命乞いするっていうのはそういうことなんかな。なんかずっと行きっぱなし。だからね、一回ゲームを再ロードしてみました。で、このまま進めてみますね。はいはい。ああ、やっぱり。こういう風になるのか。ああ、ちょっと用事用事用事。待って、死神が来た、死神が来た。いや、ちょっとあれだな、命乞いするのは良くない。これじゃ全然ゲームは進まない。あ、っていうか、なんか、幼児と孤児、特に呼んでないのに、自らこっち来てくれた。あー、妹が。あ、豆腐も。なんとか今、生命の書でひよりちゃんを生き返らせようと思うから、一回ここはちょっとこらえてくれ。ああ、本当にこの双子は辛いだろうね。もう妹のひよりちゃんが、自分の娘のように育ててたひよりちゃんが。ああ、死神。ひよりちゃんはお前のこと愛してたんだぞ。あ、なんか死に行っちゃった。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。次回ひよりちゃん一回出してみたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよなら。ですね、今ゲームを再ロードしました。っていうのも、ひよりちゃんがね、全然寿命を迎えないんだ。死神に命乞いするっていうのはそういうことなんかな。なんかずっと行きっぱなし。だからね、一回ゲームを再ロードしてみました。で、このまま進めてみますね。はいはい。ああ、やっぱり。こういう風になるのか。ああ、ちょっと用事用事用事。待って、死神が来た、死神来た。いや、ちょっとあれだな、命乞いするのは良くない。これじゃ全然ゲームは進まない。あ、っていうか、なんか、幼児と孤児、特に呼んでないのに、自らこっち来てくれた。ああ、妹が。あ、豆腐も。なんとか今、生命の書でひよりちゃんを生き返らせようと思うから、一回ここはちょっとこらえてくれ。ああ。本当にこの双子は辛いだろうね。もう妹のひよりちゃんが、自分の娘のように育ててたひよりちゃんが。ああ、死神。ひよりちゃんはお前のこと愛してたんだぞ。あ、なんか寝に行っちゃった。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。次回ひよりちゃん一回出してみたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよなら。